浅井朝倉を滅ぼして包囲網を瓦解させたことで京の周辺は平穏を取り戻しつつあった。京一帯での地位を盤石なものとした信長は未だ勢力の及ばない西方への範囲拡大を狙う。信長は西国最大の脅威である毛利の打倒を念頭に、その足がかりとして丹波の制圧を目指す。丹波攻略を命じられた光秀は黒井城に向けて出陣準備を整えるのであった。光秀編第5章、片割れ月、丹波侵攻。行くぞ利光。最近の光秀様、ほんと怖いよな。俺、迂闊に近寄れねえよ。ああ、信長様ともども人が変わったみてえだ。噂じゃ、悪鬼に疲れてああなっちまったとか。無駄口を叩く糸間があるようで何よりだ。そなたら、出立準備は整っていいような。利光様、はい、直ちに。申し訳ありません殿、聞くに耐えぬ話を。ざれ言だ、気に留めるな。やっぱり変わったよ光秀さん。これも全部親父の冷酷さに当てられて。ダメだダメだ、あの日のことは忘れねえと。親父を信じるって、そう決めたじゃねえか。俺は三月、親父のために戦う忍び。よし、出るぞ。誓いを果たす。こたびの戦に我が身命をかけ、丹波の若鬼が敵を残らず打ち果たす。無謀なる鬼を残らず退治せねば。手始めに砦を制し進路を開く。信長との誓いを果たすため、丹波は必ず俺が制圧する。俺の刃から逃れられると思うな。開門。あばめる者か。出ろ、耐えきれん。引かせてもらう。光秀さんの強さ見習わないとな。俺の刃から逃れられると思うな。
俺の刃から逃れられると思うな。見えた。大門。口ほどにもない。殿の相手にはならぬな。光秀さんの迫力に敵が気を恐れてる。来たな、明智よ。あんた、俺に斬られる覚悟はいいか。やはりここを通る。弓兵よ、残らず追いかけよ。俺の刃から逃れられると思うな。待て、我らは赤井に巻き込まれたに過ぎぬ。これよりは織田と共に参りたく存ずる。戦場に我が手勢を潜ませておる。共に赤井を打ち払おうぞ。なあ光秀さん、俺畑野は信用できねえ。悪さしねえか、俺があいつを監視するよ。畑野は信用ならないが利用価値はある。三月、奴の動向に目を配れ。敗北条件変更。俺を欺いたその時はその命で贖うことだ。行くぞ。南の敵を打ち倒さん。開門。援軍を呼び込む。中央の砦を制圧せよ。おい畑野、勝手に動いてどういうつもりだよ。何、我らが同胞に進軍の合図を送るのみよ。懸念があるならば共に来ればよ。武装の刃、全ては破壊のために。俺の刃から逃れられると思うな。俺の刃から逃れられると思うな。俺の刃から逃れられると思うな。制圧はなったか。皆潜伏を解くのだ。これはやっぱり裏切ったな。真に受けたお前が悪いのだ。愚かな明智を叩き潰すぞ。物言わせやがって。
ただいま。おっと、再会を喜ぶのは後だ。今は目の前の敵を倒そう。あやつ、我も欺きおって。この策ならばうまくいくと申したではないか。討ち死に。捨て駒、奴に入れ知恵した者が他にいるのかもしれない。旗の目、何をやっておるのだ。我らが行くしかあるまいな。開門。承知、丹波の承知、魔王にが参るか。厄介な光線を避け、城を早急に制圧すれば上策か。青鬼とて獅子を折れば戦えまい。周囲の仲間から切り伏せる。丹波衆の恐ろしさ、身をもって知れ。あの砦、妙な気配だ。討ち死に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 。任せろ。承知。討ち死に。なんと見事な。終わらせる。これから逃げられると思ったか。討ち死に。任せろ。分かった。この丹波の青鬼が相手となろう。今しかなくば全力で挑め。おお、長老が到着したか。よし、もう一踏ん張りだ。応援の邪魔はさせぬ。ここで散れ。これ以上敵を増やされてたまるか。俺はここで倒す。俺から逃げられると思ったか。引かせていただこう。その凄まじき執念こそ鹿之助の真髄か。任せろ。分かった。俺の刃から逃れられると思うな。俺の刃から逃れられると思うな。この俺が見破れるだと。討ち死に。任せろ。任せろ。ここまで攻め込まれてはもはやかなわぬ。我らは織田に降伏いたす。まだ倒し足りない。
城内の敵を片付けろ。決してためらうな。アキゼ、分かった。明智め、なんたる無慈悲な。打ち死に。武装の刃、すべては破壊のために。破魂は残さず断ち切らねばならない。悲願で己が無力を恨め。承知。光秀さん、少しやりすぎじゃねえのか。何もここまでしなくても。光秀、お前、俺がいない間に一体何が。敵衆か。我らの策を嗅ぎつけようとは。邪魔立てはさせぬぞ。貴様らを倒し策を実行するまでよ。総大将は撃たせるぞ。かかれ。よし、俺の刃、誰にも阻めはしない。打ち死に。打ち死に。任せろ。承知。まだ倒し足りない。多少すら切り捨てる。貴様の非情さ、不愉快極まりない。丹波の若鬼がその腐った性根ごと貴様をほふってやろうぞ。赤鬼ごときに天魔の行く道を阻ませはしない。光秀さん、クソ、俺は何を信じれば。丹波の制圧はなった。俺はまだ止まれない。みんな、ただいま。俺、山中鹿之助が無事に帰ってきたぞ。鹿之助、まさか誠に生き延びていようとはな。言ったろ、必ず帰ってくるって。俺は約束を守る男だ。うん、よかった。本当によかったよ。おかえり、鹿之助。まったく、三月は相変わらずにぎやかだな。なあ、三月で。まあ、すまない、俺は外す。トシミツ、鹿之助を案内してやる。光秀。すまない、鹿之助。今の殿は多忙を極めしお方ゆえ。ああ、いいっていいって。こっちこそ忙しい中引き止めて悪かったな。光秀は着実に理想に近づいているみたいだ。俺も。もっと頑張らないとな。
お待ちしておりました光秀殿。ふふん、本日も愛も変わらず清きお姿で。政治はいい。要件は何だ。これは失礼。では単刀直入に。光秀殿、どうか私と共に歩んではいただけまいか。私が作る理想の世、そなたにはその一員となっていただきたいのです。何かと思えば謀反を考えているならばやめておけ。今の信長にあなたがかなうはずもない。それに俺の刃は信長のためにのみある。他の理想のため振るうつもりは毛頭ない。ご案じくださりありがとうございます。ですが心配ご無用です。なぜなら私にはあっと少しおしゃべりが過ぎましたが、では私はこれにて色よい返事をお待ちしておりまする。やつの余裕何か匂うな。急ぎ信長に報告せねば。雨子再興をかけ合算戸田城を攻めた山中鹿之助は毛利の反撃に敗れ、他の雨子将と共に囚われの身となっていた。幽閉されること数年、鹿之助は幾度となく毛利元就から降伏するよう諭されたが、かたくなに拒絶を続ける。雨子再興に執着する鹿之助の心は折れることなく、虎視眈々と脱出の機会を伺っていたのである。小高城脱出。その目いまだくじけておらぬようだな。いい加減雨子再興などという絵空事は忘れたらどうだ。今毛利に下れば囚われている他の雨子将ともども高禄で召し抱えてやってもよいのだぞ。また来たのか、懲りないじいさんだな。いいか、何度聞こうが俺の答えは変わらない。いつか必ずあんたたちを倒して俺は雨子を再興する。そうやって見くびってろ、いつか必ず寝首をかいてやる。哀れな鹿がよう泣きおるが、だが夢夢忘れるな。お主はわしに生かされておるということを。わしも年を食っていささか気が短こうなっての。あとどれだけ待てるやらな。いつまでもこうしちゃいられないな。そろそろあれを実行に移す頃合いか。見てろよじいさん、俺をなめた報いはしっかり受けてもらうぞ。よし、俺の出番だな。父上、また鹿のもとへ。いい加減奴を生かし続けるのはやめたらどうです。あの工場馬鹿を降伏させ手駒にしようなど。父上は奴の執念を甘く見積もりすぎています。違いねえな。ありゃとても
俺たちに飼いならせる玉じゃねえよ。そう案じずともよい。鹿のしつけはわしの道楽よ。だがそろそろやり方を変えねばならぬかの。殿、一大事にござりまする。山中鹿之助が屋敷より脱走を図った模様。何でも体調不良を偽り川屋へ向かい、そこに隠していた獲物を手に逃走を図ったとか。な、鹿が？ああ、もう行ったそばからこれだ。へえ、鹿の割には機転の利いたやり口じゃねえの。みな、奴を逃がしてはならぬ。総力を上げ必ずや捕らえてみせよ。心を折れぬというのならまずは手足を折らねばなら、それもダメならその時は。獲物も取り戻したし、よし、準備完了だ。一刻も早く毛利の屋敷を抜け出すぞ。檻から鹿が逃げ出したか。いいな、奴を野に放ってはならぬぞ。黙れろ。おい貴様、ここで何をしている？早速見つかった。早速倒して出口を探そう。平門。狙い通りまい。みんな、襖を閉めよう。くそ、閉じ込められたか。奴らを倒して脱出しよう。ここからは出られないみたいだな。他の脱出口を探さないと。鹿の捕獲は未だならずか。好き放題呼ばれおって。俺から逃げられると思ったか。叶う相手ではなかったか。鹿之助が策を実行に移したようだ。これも続かねばな。あれは雨雲。逃がすか。今すぐ引っ捕らえろ。みんなも脱出を始めたみたいだ。俺も手助けに行かないと。まだ倒し足りない。終わらせる。俺から逃げられると思ったか。引かせていただこう。形がない。これよりは共に参ろうぞ。みんなで生きてここを抜けよう。よし、やるぞ。Yeah!
開門。中庭の防備は特に厚い。正面突破は困難だろう。まだ倒し足りない。黙れろ。中庭は守りが硬そうだ。突っ込むのは得策じゃないな。開門。無意味な抵抗はやめなよ。私が檻へと送り返してやる。奴は必ずここで捕まえる。大広場から援軍を呼べ。何としても中庭の突破を防ぐんだ。屋敷から援軍を呼べ。終わらせる。関将、やってやったぞ。ここは引こうか、アルマイ。なんと見事な。終わらせる。まだ倒し足りない。終わらせる。道を開けろ、坊ちゃん。俺は止められない。つくづく面倒なことになったな。早く葬っておけばよかったもの。終わらせる。まだ倒し足りない。覚悟はいいか。敵将、やってやったぞ。ここは引こうか、アルマイ。ここは引こうか、アルマイ。耐えきれ、引かせてもらう。どうだ、どれ。刻まれろ。よかろう。どうだった。
式で終わると思うなよ。敵将、やってやったぞ。嬉しいもんだな。が、わしの勝ちは見えたな。よし、今のうちに中庭を突破するぞ。開門。来たか。弓兵よ、やつを穴ぼこだらけにしちまいな。すごい矢の雨だ。俺は諦めない。とにかく敵を倒して回廊を抜ける。やってやる、やってやる、やってやる。まだ倒し足りない。すまんね。さて、次の手はどうするかな。開門。さあ、大変だ。このままじゃ疲れちまう。今西の方から声が聞こえたような。仲間が助けを求めてるのか。待ってろ、今向かうからな。どうだ貴様、おとなしく直目にかからぬか。鹿之助と共にこの地を抜けるまでは決して屈しはせぬ。仲間を連れて行かれてたまるか。だから助けるぞ。お前の勇気にわしらは奮い立たされた。感謝しておるぞ。俺から逃げられると思ったか。ここは引こうか、あるまい。
倒し足りない。倒し足りない。黙れろ。まだ倒し足りない。こうも簡単に引っかかるとはな。山中鹿之助、貴様はここで終わりだ。偽物だと？俺の奴らめ、どこまで卑怯なんだ。勝利のため知ってください。終わらせる。ここで果てるわけには。来てい、救援行こう。まずい、急いで仲間を助けないと。あなたの気質を熟知したおじい様に打てぬ策などないのです。俺の動きは全部読まれてるってわけか。つくづく油断ならないじいさんだな。おお、助かったぞ。私も共に戦わせてくれ。黙れろ。やってやる。開門。黙れろ。出口まではきっとあと少しだ。さあ行くぞ。皆は引きます。ですが次こそは必ず。やすと逃がすものか。私たちもオリオ甘く見るなよ。敵もなりふり構わずやってきたか。みんなここが踏ん張りどころだ。目障りなんだよ。お前もアマゴも毛利の繁栄のため一刻も早く消えてくれ。てめえ、俺の本気を食らいたいようだな。黙れろ。私だってあなたを倒せるんですからね。愚かな雨ごみ、宝禄兵で挟み撃て。黙れろ。攻撃か。背後からの攻撃にも注意しないと。敵将、やってやったぞ。なんと素晴らしき戦果よ。ここは引こうか、あるまい。決まった。
父上、力及ばず申し訳ありません。俺から逃げられると思ったか。まだ倒し足りない。まだ倒し足りない。倒し足りない。倒し足りない。よし、ここから抜けて。甘い。逃がしはせぬ。しかよ。出たな、じいさん。いい機会だ。で、あんたを倒して、アマゴ最高を早めてやるよ。調理条件変更。旅衆を引き連れ逃げおせる魂胆か。ゾンが抜け目ないの。お主がどれほど奔走しようと、もはやアマゴは起こせない。黙れ。そんなザレ言を信じるものか。毛利を倒して必ず雨子を再興する。物分かりの悪い仕組みがうちに秘めしきば、わし自ら砕いてくれるわ。まだ倒し足りない。バカな、遅れを取るだと。おお、助かりましたぞ。やってやる。
せる。つくづく強情な鹿よの。だがこれで一つ明らかになった。お主の執念は正しく猛威の脅威たりえる。次こそ必ずや勝ってみせよ。くそ、取り逃したか。まあいい、今はここを抜けるのが先だ。ご無事ですか、父上。鹿は。すまぬな、一枚上を行かれてしまったわ。鷹影よ、やはりお主の申す通りであった。奴の執念、ちと見くびっておったようだ。あのままのさばらせてはいずれ猛威の脅威となろう。父上、奴との戯れもどうやらここまでのようだ。次まみえし暁には必ずや首を刈らねばならぬな。待っておれよ、山中鹿之助。毛利に囚われていた山中鹿之助が生還を果たすも、光秀に戦友との再会を喜ぶ暇間などなかった。松永久秀の謀反の企てを察した光秀は信長に警戒を促していたが、それが現実となったのである。光秀の忠心により、久秀の謀反を予期していた信長は直ちに諸将を集め、久秀の討伐を命じた。光秀は久秀の居城信貴山城に向けて出陣。鹿之助も光秀らに加勢すべく戦場に臨んだ。信貴山城の戦い。予感的中だな、十兵衛。お前の忠心のおかげで久秀を討つ支度はすでに整えてある。他の勢力と結ぶ前に沈めなくては。すぐに出陣しよう。いや、本当に忙しそうだな、光秀。信長様とも対等に渡り合って、昔とは大違いだ。ああ、昔みたいに俺たちと鍛錬もしなくなったし、変わったよな、光秀さん。鹿之助は寂しくないのか。ああ、大丈夫だ。離れ離れになってる間にいろいろあったみたいだけど、俺は光秀を信じてるからな。それに今は寂しがってる場合じゃないんだ。光秀は俺の想像よりずっと強くなってた。俺だって足踏みしていられないのに。このままじゃ俺はいつまでたっても光秀と。鹿之助、
ってなんてな。冗談だよ冗談。ほら俺たちもさっさと支度するぞ。愛を果たす。お前となら何だってやれるさ。方面から市議山城を攻める。我らは敵の注意を引きつつ北砦へ向かおう。俺たちは市議山城の南門への到達を急ぐぞ。私たちは川沿いの砦の制圧に向かうぞ。開門。なるほど、多勢で押し切るつもりですか。この城、たやすく入れるとは思わないことです。黙れろ。まだ倒し足りない。任せろ。分かった。向こうの砦から少なからぬ敵の気配。開門。手間取ればこちらの動きを悟られる。砦を守る将を手早く倒さねば。敵襲か。援軍を呼ばなくては。もしこちらの動きはまだ敵に悟られていないようだ。聞かせていただこう。承知。黙れろ。まだ倒し足りない。別動隊の動きを蹴取られては面倒だ。あの砦を派手にする。敵の目を引きつける。開門。長野犬め、邪魔はさせんぞ。敵増援の来着は阻止できたな。討ち死に。黙れろ。やってやるぞ。くらえ。終わらせる。まだ倒し足りない。北の砦が苦戦している。急ぎ救援に向かわなくては。開門。黙れろ。うまく敵を連れたようだ。承知。
信忠殿、片岡城が手薄なようですね。今のうちに落としてしまわれては。三太夫、よく知らせてくれた。我らは片岡城に向かうぞ。南門にたどり着くことはできたが、門が固く閉ざされているようだ。やはり片岡城は手薄のようだ。これなら苦もなく落とせそうだな。今だ、跳ね橋を上げろ。奴らを孤立させてしまえ。しまった、敵の罠だったか。信忠が敵の罠にか。仕方あるまい、救援に向かうぞ。開門。おお、織田勢が分断されましたか。聞いていた通りの流れとなりましたね。早く羽橋を下ろしてやらねえと、信忠がやられちまうぜ。任せろ。この窮地いかに脱するか。さあかかってこい。俺から逃げられると思ったか。悔しいが、ここまでか。承知。まだ倒し足りない。織田殿、邪魔なあの将さえ倒してくれりゃ、俺が手下を使って羽橋を下ろします。支えきれぬ。救援はまだか。おのれ、俺を捨て駒にするとは。任せろ。分かった、敵将、やってやったぞ。敵将、切り伏せと。悔しいが、ここまでか。殿の腕ならば当然ゆえ。登録兵を出しなさい。その隙に敵方の兵糧を焼き払うのです。敵を逃さず我らの兵糧を狙ってくるとは。だがやらせはしない。敵は俸禄兵を出してきたか。手早く始末すれば兵糧庫は炎に包まれよう。天下無双か。嬉しいもんだな。手負いの身では足かせとなりましょう。私はこれにて戦場を離れます。信忠は引いたの。久秀御前、俺と十兵衛のみで事取りよう。敗北条件変更。急げ。あの兵糧が積まれてるぜ。残らず焼き払え。兵糧を燃やされちまった。まだこんなんで本当に勝てるのか。分かった。兵糧を失って今戦が長引けば負けとなる。久秀との決着を急ぐぞ。兵糧は炎に包まれて。明智殿、そうか、あんたはまだまだまだ。
承知、承知。市議参上には入らせませんよ。承知。信長の道は俺が開く。城の周りにいる将は残らず切り伏せる。光秀と信長様、まさに阿吽の呼吸だ。あれこそが相棒のあるべき姿なのかもな。敵将、やってやったぞ。聞かせていただこう。押されているか。急ぎ味方に戦況を伝えなくては。伝令官、終わらせる。敵陣にたどり着く前に切る。討ち死に。任せろ。敵将、やってやったぞ。狂わなんだか。明智殿が奮戦している。我らも兵糧を焼かれたくらいでひるんではいられないぞ。承知。本当にすごく強くなったな、光秀。俺じゃもうお前の隣には。兵糧を焼かれた織田勢には時がない。城の守りを固め、焦らしておあげなさい。行く手を阻む武将を蹴散らし、一刻も早く市議参上へなだれ込め。砦の中に敵兵がうじゃうじゃ嫌がる。こりゃ簡単には落とせねえぞ。あいつら南門から侵入しようというのか。壁で壊そう。そうはさせぬぞ。守りを厚くしておけ。討ち死に。任せろ。承知。かなう相手ではなかったか。聞かせていただこう。まだ倒し足りない。終わらせる。まだ倒し足りない。敵将、やってやったぞ。耐えきる。聞かせてもらう。よっ、お手柄じゃねえか。開門。ようやく門が開いた。城内へ進め。久秀が待ちかねていようぞ。任せろ。分かった。俺の刃から逃れられると思うな。刃から逃れられると思う。開門。任せろ。承知、承知。敵将、切り伏せと。さすがは十分、手際が良い。任せろ。Yeah.
分かった。敵将、切り伏せた。聞かせていただこう。私に思い残すことがあるとすれば、光秀殿、そなたを籠絡できなかったことです。俺は信長と共に新たな世を切り開く。それ以外の道はない。全て壊そう。そうの刃、すべては破壊のために。さほど期待はしていませんでしたが、やはりあの者は初めから寝返る気など、我が命を散らすべき場所はここではない。待て、久秀殿、どこへ。捨ておけ。もはや奴に逃れる術などない。死に方くらいは選ばせてやろう。結局こうなりましたか。安心せえ、平蜘蛛や。お前を置いてはいかぬ。さあ、共に参ろう。久秀は理想に溺れて自滅したが、叶えられぬ理想など無意味な幻想に過ぎぬ。十兵衛、お前は俺の懐刀だ。余計なことに惑わされず、己が刃を研ぎ澄ませておけ。そうだ、俺の刃は信長のためにある。考えるべきは未来ではなく、今俺がなすべきことだ。殿、一体何用ですか。利光、お前も感づいているのだろう。先の反乱に潜む影を。戦前、久秀殿が協力者の存在をほのめかしていた。そして実際に戦場では不可解な出来事が起きた。この織田に何者かの悪しき思惑が向けられている。それが信長の道を阻むならば、俺はその根源を突き止め切り伏せると承知いたした。それがしも影を探りますゆえ、しばし待たれよ殿。ああ、頼む。
話とは何だ、鹿之助。ああ、美月がお前の言動の冷たさを気に病んでたよ。すっかり変わっちまったってな。そうか。だが全ては信長の大願を果たすためだ。俺の刃はそのために研いできた。鹿之助も知っていよう。とはいえ、美月を悲しませるのは本意ではない。あるいが目をかけてやってくれないか。そっか。やっぱり根っこは変わってないな。俺の信じた光秀のままだ。唐突に何を。本当はこれを確かめたくて呼び出したんだ。ごめんな、変な真似して。待ってくれ。俺はもう昔の俺ではない。天下一新のため情に流され足踏みしないと誓って。そうか。でもどんなに冷たく振る舞おうと、根っこは熱く優しい。昔の光秀のままだって分かったよ。満月に誓ったあの日からお前は変わらず歩み続けて。やっぱり俺もくすぶってちゃダメだ。光秀、俺も頑張るよ。お前と同じ、いやそれ以上に。見ててくれよな、相棒。